ときめきメモリアルガールズサイド2てるくん1でルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回はてるくんと、1年目初めてね、海デートに行ってきたところですね。で来月の花火大会はもう約束済みなので、あとはもう夏休みはねパラ揚げに勤しみたいと思います。どうせねお金もないしさ、そろ寝とく？あ、花屋はね、アンネリーね。ちょっとこれは今回はある特定の人をねやるときだけかな。ちょっと本当はいいんだけどね、アンネリーバイト先としてはね。そろそろ寝たいと思ったけど、そうあれだな、夏休み前寝とけばよかったな。寝てる場合じゃないよね。行楽だからいっか、寝とこう。お？もしもし、これ。あ、イベントかな。あ、佐伯くん、どうしたの？なあ、お前今日も暇だろ。天気いいし、海日和だし、これから浜に来ないか。ちょっと引っかかるけど、いいかも。決まり。じゃあ急いでな。水着忘れんなよ。忘れないよ。だって海に行くんでしょ？言っとくけど、スクール水着とかいうボケはなし。いや、あの時は帰ってた。とにかく早く来いよ。あ、ほら。次にビーチ込むからさ。サンゴ礁で待ってる。サンゴ礁ね、わかった。ウエハースとスタッフドオリーブともやしとそば玉買ってきたよ。お疲れ。じゃあ次はトロピカル焼きそば上がってるから3番テーブルへ。ねえ、今日誘ってくれたのってもしかしてお店の手伝い？考えるな、働け。話はそれからだ。で、さっさと水着に着替えてエプロンつけたら風呂はな。それ、どうしてもやるの？やっぱり恥ずかしいよ。恥ずかしくない。水着エプロンの女子高生が、サンゴ礁に与える経済効果を考えろ。佐伯くんの親父、悪魔。なんとでも言え。つーか、トロピカル焼きそば早く。お兄さん、こっちもお願いね。はい、ただいま。バカ、バランス崩れるだろう。トロピカル焼きそば。はーい。もうやけど。3番ブレンドとレモンティーレアチーズケーキ1お願いします。はいはい。あれ、レアチーズはまだ残ってたかな。はい、これでラスト2です。そう、お嬢さんが来てくれて助かってます。これからもお願いします。はい、マスターに褒められちゃった。あ、私もネクタイが縮んできたかしら、少し。はい、今日花火大会だね。じゃあ今日は花火大会に行ってきたいと思います。よし、ちょっとね、節約生活で買った浴衣をね、ちょっとこの変なとこ行っちゃあれですけど、これはちょっとつけてきたくないから。なんかいいやつないね、いまいちね。もしかしたらちょっと髪をアップにするかもしれないから、ちょっとヘアピンでもつけるか。うちわとかあればいいんだけど、買ってないだけであるとこかな、実は。あ、佐伯くんもう来てる。ごめんね、待った？いや、今帰るとこ。結構渋い浴衣だね、なんかね。まあまあ渋いし、そのうちはなんか渋い。なんかいろいろ渋いね。ごめん。
ほら行くぞ。なんだよ、何ニヤニヤしてんだよ。お前それ、うん、浴衣だよ。どうかな。うん、どう。うん、あんまり好きじゃなかった。好きだよ。よかった、佐伯くん気に入ってくれたみたい。ちょっと時間早かったな。なあ、縁日見に行こうぜ。ん？やんのか？仕事だ。だだこねても何にも買わないからな。佐伯くん、お父さんみたいだよ。あ、そろそろ時間だ。行くか。なんだよ。ここで浴衣のセリフが聞けるのは間違ってないかな。ああ、混んでるからな。礼貸せ。あら。これだけ近いとなんかさ、手が届きそうな気がするな。これね、意外とこれなんですね。音がうるさかったね。めっちゃなんかバツな感じするけど、これなんだね。近いからな。でも千秋肉踊るって感じだろ。ゾクゾクした。やったね、バッチリ好印象。ん？ああ、混んでるからな。礼貸せ。あ、なんかセリフ一緒だった。違うことすればよかった。はあ、今日俺笑ってばっかだ。なんだよ。あ、うん、ちょっと遅いな。送ってやる。なんだよ。あ、ほら行くぞ。ありがとう、家まで送ってくれて。なんだよ。うん、いい具合に疲れた。どういたしまして。じゃあまた。佐伯くんに送ってもらっちゃった。あ、佐伯くんからメール。お前触りすぎ、つーかはしゃぎすぎ、俺もだけど、だって。やった、佐伯くんすごく喜んでるみたい。よしよし。で、9月はね、2回デートしようと思ってるんだけど、9月に入ってからでいいかしらね。あ、間違えした、これじゃないや。あ、勉強できる、勉強しよう。あ、間違えた間違えた。間違えたよ。あ、いけるね。休みがね、ちょっと多めだから。あ、なんかでもさ、気持ち、あ、そっか、シルバーウィークとかこれない時代かな、もしかして。なんか、休み、少ない？あ、土曜日に重なってるからかな、それとも。あ、土曜日に重なってるからか。まあいいや。とりあえず9月に入ってからでいいね。ちょっと唐揚げを頑張りたいからさ。あ、芸術だな。ちょっと血を見て遊ぶとね、芸術下がっちゃうから。途中で本当は寝たいんだけど、貴重な休みをね、ちょっと芸術を高めにしときたいんだよな。下がっていくからね。あ、バイトか。いいよいいよ、これはちょっとね、また今度でね。楽器屋さんはまた今度。アナスタシアはバカになるからやらないと。よし、
勉強、ひたすら勉強、あ、ずっと勉強いいね、よしよし。じゃあちょっとずっと芸術。よし、いいね。あ、ちおみね。このなんか意外とさ、女友達のメール可愛いんだよね。ちょっと読まないけど、声に出してはそう、結構なんか私1週目でなんか女友達を全員ね、あの出してたんですけど、なんか結構なんか3の女友達、まあね、あのカレンとビオもすごい良かったんだけど、なんかやっぱサポートなんていうかね、役回り的にこうサポートだったから、なんかこうまあ友達、私の中ではこう友達、まあ、友達なんだけど、友達ってよりはちょっとサポートキャラ的な位置づけが強かったから、なんか単純にこう友達って感じがして、あ、この感じすごい久しぶりだなって思いました。あ、そう、勉強ですね。待って、今週で終わり？ちょっとうっかりさ、平日やっちゃうと、あ、そうだね。今日が最後。今日が最後だね。そしてブーそんな気がした。ちょっとセーブしとこう。さすがにストレスが高まってきたな。そう、寝ないとダメか。そろそろね。アイテムなんだ。やった、ヘアピー来た。いいねいいね。ちょっとそろそろ寝たいんだけども、今月2回デート行きたい。今日は寝ても大丈夫だ。今日寝ちゃおうかな、さっさとね。ちょっととりあえずちょっとセーブしよう。久しぶりにちょっと評価でも聞いてみようかしらね。ゆうくん、ちょっといい？うん、今開けるね。ゆうくん、久しぶり。どうしたの？あのね、触らせてほしいんだけどってそれも触らないけどね。周りの人の評価を聞きたいんだけど。お姉ちゃんの評価？ね、あ、さすがにやっぱあれだね。テル君は友好ゾーンがすごい広いのかな。さすがにそうだよね。なんかもしかしてこのままトントンって言っちゃうとか思ったけど、さすがにそれはなさそうだね。よしよし。そう、友好期間ってね、意外となんか短い人の方が多いから、長く楽しみたいよね、有効の間をね。有効にはね、有効の良さがあるからね。他にも聞きたいことある？えへん、俺って何でも知っててすごいでしょ。またいつでも呼んでね。それが思い切って寝る？いや、来週の方が寝る。来週寝るだな、これは。ちょっとやることが。あ、いや。あ、まあいいや。お、ちおみ。小野田さん。これから帰るところですか？うん。ねえ、一緒に帰らない？そうですね。入りましょうか。うん、帰ろう。大変です。東大の噂、聞きました？え？どんな噂？あの灯台の明かりが消えた時、海から怪獣ハバタゴンが現れるそうなんです。ハバタゴン？本当？多分、デタラメだと思いますけど、ちょっと見てみたいと思いませんか？もしかしたら、とても可愛いかもしれませんよ。そうかな？鳥みたいな感じかな？で、今日はお誘いしないとだね。そうだね。森林公園にするか先に。
もしもし。あ、佐伯くん、私藤本しおりだけど。番号見りゃわかるよ。で、なんか用か。9月17日に森林公園に行かない？ほんと物好きだな。そうかな。どうだ、なんか企んでるだろ。企んでないってば。まあいいや、待ち合わせは。じゃあ9月17日に公園入り口でいい？了解、遅れたらチョップな。よかった、早く9月17日が来ないかな。ないけど寝ちゃおうか。はい、じゃあ今日は、森林公園にね行ってきたいと思います。佐伯くんまだ来てないみたい。悪い、遅れたな。待ったか。ううん、私も今来たとこ。もう少し遅れても大丈夫か。冗談だよ、行くぞ。なんだよ、何ニヤニヤしてんだよ。その服さ。え、この服。ああ、これそういうのすごく、なんていうか、好き。やった、佐伯くんに褒められたよ。並木道歩かない？ああ、紅葉の季節だしな、行こう。うん。葉っぱの色がすっかり変わった。秋なんだな。あれ、なんか私スキンシップ飛ばした？まあいいか。やっぱり食欲の秋だね。ああ、たくさん食べて大きくなれよ。うん、いい感じだよね。なんだよ。あれ、これ2回目になっちゃうかな。やんのか？仕事だ。はあ、結構楽しかったな。なんかすっきりした。なんだよ、いいんじゃないか、こういうのも。ちょっと遅いな、送ってやる。なんだよ。あ、ほら行くぞ。ありがとう、家まで送ってくれて。なんだよ、お前はしゃぎすぎ、疲れたろ。どういたしまして。じゃあまた。佐伯くんに送ってもらっちゃった。あ、佐伯くんからメール。まあ楽しかったと言えなくもない、だって。よかった、今日は佐伯くんとすごく近づけた気がする。今日祝日か。よし、じゃあ今日もう誘っちゃうか。そう、結構デートしてるよね。まあでも清潔しなかったからね、全然。もしもし。あ、佐伯くん、私藤本しおりだけど。番号見りゃわかるよ。で、なんか用か。空中庭園かなんか、先にどっちか行けばよかった。なんか2回続けて高いとこみたいな。空中庭園と展望台。空中庭園先行くか。
9月24日に空中庭園に行かない？ほんと物好きだな。そうかな。どうだ、なんか企んでるだろ。企んでないってば。まあいいや、待ち合わせは。じゃあ9月24日に羽ばたき駅でいい？了解、遅れたらチョップな。よかった、早く9月24日が来ないかな。強みだな。やっぱちょっとなかなか苦しいな、やることがなくて。文化祭がね、過ぎちゃえばそう部活でもやろうかなともちょっと思ったりもしてるんだけど、手芸部あたりをやろうかなと。あ、そうか、今日これ祝日ね。はいはいはい。来月のデートは、さすがにまだ誘わなくても、まあ、あとは占い次第か。あ、でもそうか、文化祭の準備あるからね。もうちょい寝とくか。あー、誘うのもありだけど、まあでもどうせ多分寝ないと、もう一回ぐらいちょっと寝ないといけないからな。今日寝とくか。待って、で明日デートだもんね。そうだね。はい、じゃあ今日はてるくんと空中庭園に行ってきたいと思います。佐伯くんまだ来てないみたい。悪い、遅れたな。待ったか。私も今来たとこ。もう少し遅れても大丈夫か。冗談だよ、行くぞ。今日の服結構いい感じじゃない？ん？キスマかお前は。そうだ、ちょこれ突然は。すごいわね、なかなか。その服さ。え、この服？ああ、これそういうのすごく、なんていうか、その好き。やった、佐伯くんに褒められたよ。行くぞ。ん？う、気をつけろって。なるほどな。空中庭園か。納得。ちょっともうさ、外の景色より、なんか空中庭園の景色よりさ、もうさ、なんかちょっと不自然すぎだよね、なんかあの。ちょっともう、なんかもうさ、理事長にしか目がいかないんだけど。で、右側にてるくんが来てくれれば。隠された。しかもこの選択肢さ、なんか意外にこれなんですね。結構あれだね、テル君は引っ掛けてくるね。正確には空中じゃないね。確かに、お前時々鋭いツッコミ入れるな。やったね、バッチリ好印象。なんだよ、遅い。はあ、今日俺笑ってばっかだ。なんだよ。ちょっと遅いな。送ってやる。なんだよ。あ？ほら、行くぞ。ありがとう、家まで送ってくれて。ん？お前、はしゃぎすぎ。疲れたろ。どういたしまして。じゃあまた。佐伯くんに送ってもらっちゃった。あ、佐伯くんからメール。まあ楽しかったと言えなくもない、だって。よかった、今日は佐伯くんとすごく近づけた気がする。
佐伯くんだ。佐伯くん。しおり。よう。よかったら一緒に帰らない？俺急ぐんだよ。知ってるだろ。そっか。じゃあ、しょうがないね。行くぞ。急げ。あんな無邪気なんだから。佐伯くんはいつからサンゴ礁を手伝ってるの？中学の時からちょこちょこ。本格的に始めたのは高校に入るちょっと前から。中学からか。だからあんなに板についてるんだ。中学の時は皿洗いとウェイターしかやらせてもらえなくてさ。へえ、おじいさんってコーヒーには厳しい人なんだね。ああ、でも今はコーヒーも入れさせてもらってるし、時々ブレンドもさせてくれる。そうだ、この間じいさん俺のことお客にうちのバリスタがって言ってたんだぜ。バリスタってコーヒーを入れる人？それだけじゃない。なんていうか、最高のコーヒーを飲ませる人だよ。俺なんかまだまだだ。今は学校があるからなかなか時間が取れないけど、卒業したら勉強して。それでさ。うんうん。まあそんな感じだ。終わり。やめなくてもいいのに。お誘いして終わりにしよっかな。どうしよう。ちょっと早いけど、誘っちゃってデートするか。佐伯くん、私藤本しおりだけど。番号を見りゃわかるよ。で、なんか用か？展望台は臨海公園でいいんだよね。10月8日に臨海公園に行かない？パス。10月8日に臨海公園に行かない？恋愛悪いのかな。10月8日に臨海公園に行かない？マジか。パス。10月8日に臨海公園に行かない？よかった。ほんと物好きだな。そうかな。どうだ。なんか企んでるだろ。企んでないってば。まあいいや。待ち合わせは？じゃあ10月8日に羽ばたき駅でいい？了解。遅れたらチョップな。よかった。早く10月8日が来ないかな。はい、ということで今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。